はい、始まりました。ザ・ノイジーズ。はい、よろしくお願いします。はい、いつもいつもご視聴ありがとうございます。またもや、ジジイ殺し。来ました。空手キッド最新作、制作発表。はい。ドドーン、来ましたよ。今何年ですか？令和何年？ 2023 年ですよ。2023年。来ましたよ。ベストキ、もう日すぐ本タイトルベ2020。ストキット。向こうで空手キットね。もうすぐ2024年ですよ、だってすごいですよ、これね。しかも今回は、まあ、コブラ会っていうものがね、まあ、我々が見ているベストキットシリーズの世界そのまま引き継いでコブラ会ってありましたけど、びっくりですよ、だから。まあ、ラルフ・マッチョはもちろん出てくるんですけど、今回は2010年かなのリメイク版のジャッキー・チェン、ミスター・ハンですね。この二人が一緒に出るっていう、すごいこれとがですよ。ね、実はつながって、あの人があっちにいたってことでしょ？といだかうら言こっとてなみのたら。か、別のことなのか分かんないけど、まあ、だけど俺たちが期待するのは、まあ別に、同時に別々のところでそういうことが、同じようなことが、イベントがあって、で、今回一堂に会して、ということだね、これはね。歯にダイヤ入れたピンクの頭のあいつがまた帰ってくるんですか？ 最近の彼が、最近の彼が。これはね、一応まあもう公開も一応2024年の12月公開ってのも一応アナウンス。だからもう結構短いスパンでだよね、これね。今回まあ YouTube で2人がね、映画の新作を撮りますっていうこと以外に、新しい空手キットを今探してますっていうことにはね、広報あ、して子るんですよ供をね、ね。子供用に。で、一応ね、それはね、まあ、格闘技ができる、中国、もしくは中国系の人を探してますと。15歳から17歳。で、いろいろ体が動かせると、それも有利に働きますよっていうことで、今ね、特設サイトも今、オープンしてます。なんで、まあ、今回はだから、空手キット、まあ、もうジャッキーの時で空手キットなのかよっていうのがあるんだけど、多分、ジャッキー・チェンの世界観のあっちの方の空手キットなんだろうね、匂いとしては。でもどうなんですかね。だってわざわざ中国の子ってことは、向こうで前回みたいに行くわけじゃないんじゃないですか。今回、異文化っていうところを、またラルフ・マッチョがいることによって、そこで表現するのかね。あと、まあ、ラルマチョが行くのか、ジャッキーがこっち来るのかがちょっとまだ見えないところですよね、見やっえないぱとこそろこはだね。ね。あと、本当に、ちょっと大ちゃんも言いかけて、コブラ会ネタとか、そういうところまで入れるのかどうかってことそうだですよね。ね、そうね、そうね。そこね、そこですよ、でかいそう、とだからジョこ。ニーも出てくるのかとかね、まあ、全部は出てこないにしても、ちょっと出てくるのかとか。俺は、ちょっと今、パッと思いついたのは、宮城さんのお墓参り行ったら、ミスターハンがいるわけです。あれ、あなたは誰ですかって、ダニエルさんが言うわけですよ。君は誰だい？いや、教え子です。そうか。いろいろ僕も中国で会って、ちょっと宮城に教えを請いに来たんだけど、もう宮城さんいないんだね。そこから物語が始まるわけですよ。いや、宮城道空手は続いてます。そこに、また場面が切り替わって、小学校でいじめられてる中国系の男の子がいるわけです。で、逃げてるわけでそすの子よ。を助けるのがジェイデンってこと？そういうことです。俺もそうだったんだ。連れてってやる。いい人のとこに、今こっちに来てんだよ。来いっつって。だって、これあれでしょ？どう考えてもウィル・スミス絡みなんでしょ？彼、ベストキ、あああ、の、かもコしブんラない会と一ね。緒で。で、新しいパパが迎えに来てるんだっつったら、ウィル・スミスがちらっと出てくるんでしょうね、そこに。あ、違う。ママがだって迎えに来さ、てる。なんかちょっとね、ちょっとぽっちゃり系の、ちょっと人だったじゃん、このリメイク版のベストキッドのお母さんとか、なんか。そっか、そっ まあ、変わっててもいいけどね、別に、なんかか。そんな覚え。どっちが、ハンのジャッキーの方の世界観の空手キットの中に、今のベストキットとか、
そのコブラ会関係なくラルフマッチョが来る可能性もあるよね。まあそうね、そうね、それはね、そっちの可能性もあるよね。で、うんまあ、なんかちょっとはっきりと言わないけど、ちょっとまあ、昔、日本人の人に僕教えてもらったことがあって、今自分でもちょっとそういうスクールやってるんですぐらいで出てくる可能性もあるよね。まああとあれですよ。その構えは、宮城のっつってジャッキーが言うわけです。君は一体誰なんだっつって。宮城道はあんまり、まあやるかな。まあ、ね、まあ、ラルフ・マッチョもね、そっか、プロデューサーやってるからね。だから、うんうん、いろんな、コブラ会絡みで、このプロジェクトが結構始まったのかもしれないね。本当に。でも、まあ、1から、その、本当にこの後ろにいる、これは、あれ、4になるんだっけ、これって。はいはいはい。でそこまでのところは、まあ、やりましょうと。だけど、ジャッキーもいるよねって。だけど、ジャッキーとコブラ会、ちょっと、あんまり一緒に配信でできないなっていう時に、じゃあさ、みたいなところかもしれない。なんかね。だから、まあ、一番無難なのはあれですよ。だって車買い付けに中国行けばいいだけでしょ？ダニエルが行くとしたらってことですよ。ほいで、いや、ちょっとジョニーさ、一緒に行ってくんないかなって言えばいいんですよ。だってそんなもん。だって簡単なのは、ね。そしたらさ、簡単なのはね。なんだろう、車は三菱製じゃないとダメじゃん、なんかさ。でもそれでいいじゃないですか。いや、実は中国にコネがあって三菱のパジェロが手に入るんだよつって行けばいいんですよ。もうジャッキーで三菱ってね、もう誰もね、まあ、通じないの、これ、なんかね。え、ギャランじゃないの？ニューギャランじゃないの？だからもうあと1年後にはこれ計画通りだったら見れるってことだよね。まあ何にもなければね、またね。いやこれ、まあ、これもちょっと、今上がってるニュースで見る限りは、配信なのか映画なのか、普通の劇場公開なのか分かんないけど、うん、まあ、でも、コブラ会絡みの血が強いってなると、配信かもしれないね。映画なんだけど。だって、正直ですよ、パーキーさん、ここ2、3年のジャッキー映画で、いや、見てないってやれりゃそれまでだけど、なんかピンとこないのばっかじゃないですか。あの、町山さんに似たジャッキーとかね。まあ、あれはじゃあ、フォーリナーの話じゃないですよ。俺言ってるのは、なんかテロリストのとこ行って交渉するみたいな役とか、俺未だに見てないけど、あれも、なんか、で、あと、シュワちゃんとやったやつとかね。ああ、あったね。あと、ネットフリックスだっけ、あの、配信で、近未来を見たやつ。それとか、ジョン・シナとやったやつとかもあるでしょ。なんか、ねえ、あれだから、ちょっとパッて、まあ、映画、本当はソニーで撮るんだったら映画の方がいいんでしょうけど、ただまあ、ネットフリックスが絡んじゃうと、ちょっとそこがなんかまた、あれなの、配信なのかなっていうのがちょっとあれかもしれないですけどね。まあね、ちょっとこれわかんないね。だもうこれね、だから、今このチャンネルを見てる人で、中国系の人がいたら、今、ちょっと募集してますんでね。ねえ、これ。ねえ。本当に本当に。カラテキットキャスティング .com だったかな。ああ、じゃあ。カラテキットキャスティングアットマークソニー .com で E メールで応募今受付中ってことですね。だってコブラ会のなんていうんですか、スタッフがもし絡んで、スタッフですよ、作る側の人たちが絡んで映画として作るんなら、結構面白いのできるんじゃないですか。まあ、だけど、ジェイデンは絶対出なきゃダメだと思うね、これね。キラキラ光らせて出てくるの。うん、もうでも CG で消すから、これなんか。チャラチャラしてるんで全部。ほいでなんか、ちょっとなんかこれやってそんな顔どうするんですか、ちょっと太らせんの絶対やだ、俺は太んのなんかって。絶対言いますよ、コブラ界みたいに、そのね、ジャッキーのベストギットの時のライバル役の少年もちゃんと出てくるから、これだから。待って、パキさん、あれ知ってます？ミシェル・ヨー一瞬だけ出てんの知ってます？え、どこに出てんの？山に登って、ほら、今この二人でこうやってやるシーンがあったじゃないですか。うんうんうん、あそこでチラッて映るんですよ。太極拳やってる師匠。なあ。ってことは、ミシェル姉さんもそれ、ミシェル姉さん出さなきゃダメでしょ、これは、だって。そうだよ。師匠っつって出てきますよ。だから、そこに後ろにいたんだけど、実は、結構太極拳というかカンフーの達人として出てくる感じにならなきゃいけないんじゃない？これでね、俺はね、カンフーの達人でしょ？うん。いや、ジェイデンのお母さんもね、やるんですよね。ジェイデンのお母さんも、ね。まあ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 。
で最後はミシェル・ヨーがあれでしょ、バイクに乗って列車の上バーンって飛び乗るっていう、なんかそういうやつで終わるってことでしょ。それでこうやっておっぱい押さえるとかそういうそういうのが見たいですけどね。見たいですよ、ぐるぐる回るとか見たいですけど。おい、ジャッキーのアクション見に来たのになんだこのすげえ人はみたいな、なんかね。往年のミシェル・ヨー見たいですけどね。最近あんまり だから俺思った、エブエブって要はアクションやったから喜んでくれたんでしょ、みんな最近やんなくなったじゃないですか、まあまあね、うん、あんまりね。もう俺の中でやっぱ007の時がミシェル姉さん最後のアクションってイメージだからね。そうっすね。まあ、あの、あそこでチラッとね、あの、あれ、ドニーエンの何でしたっけ、イップマンの外伝で、うんうん、マスター、なんだっけ、なんかどっか街のボスみたいな役で出てきた時に、うんうん、ちょっとテーブルアクションみたいなのちょこっとやりましたけど。あ、でももう今、どっちかというと、うん、トレッキーにとっては、ね、艦長でしょ、だって彼女って今。なんか悪役なんでしょ、俺、まだ未だに見てないけど。ね、うん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 。いやー、これはどこまでやって どこまでしでかしてくれるかなね、これね。ジャッキーの方ってなんかちょっと今風っていうか、なんていうんですか、ちょっと深刻なとこ少し強めな気がしたじゃないですか。まあ、宮城さんは宮城さんであったけど、ああいうシーンあったけど、うん、なんかそこがまああれが吹っ切れたよっていうのにして、あのコブラ界の方の明るい方の方に来てほしいですよね。うん、まあ、空手キット、まあね、でもあれか。別にあの、異文化が触れ合うってことはもうそれぞれの作品でやってるから、まあ関係ないか。そうそうそう。やっぱね、またもう一回、二人が絡む中で、まあその主人公の男の子、もう彼って言ってるから多分主人公なんだろうな。男の子なんだろうね。まあ彼が成長していくっていうことを、多分、俺たちが知っているベストキットと、ジャッキー・チェンのこの中国系のところで文化でやっていくんだろうね。うんうんうん、それはだから2人の先生の間でなんつうんですか、どっちの言うこと聞いていいか分かんないみたいなところもあるんじゃないですか。だから要はコブラ界のマスター先生が出ない代わりにジャッキーとダニエルがちょっと喧嘩すじゃないですけど、今のジョニーと、あー、まあね、みたいなとこ、どうなるかね。その空手っていう、うんうん、俺たちいわゆるこの空手っていうこともやるのかどうかだよね、あとね。うん、まあだ、ね、そこはいいんじゃないですか。琉球空手だから、もともと宮城さんだって琉球空手でしょ、沖縄空手だから、ね、うん、言ってみたら源流はだって中国憲法だから、それはもういいんじゃないですか、その辺はね。どうすんの、どこまで絡めるのかなと思ってね。まあこれはもうこれ別にあの、うん、まあ日本人から言うとカンフー的なものだと別に構わないんだけど、とんでもないことになってきたね。俺たちが大好きだったスターが、もうあの、もうあと活動できるのがもう何年間になってきたじゃん。本当に皆さん。だから、あの、それでそれを見てきて、見て育ってきたプロデューサーとか監督が、一番まだなんかつく、元気がまだある年だから、権力もある程度持って。これ、暴走が始まるね、この2、3年で。いや、だって、エクスペンタブルズだって結局スタローン引退なんでしょ今回で。まあ、言ってるけどね。まあいや、だから、でも、あれでしょ、あれ、ネタバレしちゃいますよ。死んじゃうんでしょスタローン。なんか知らないですけど。死んじゃうんでしょあの人。そう？みたいですよ。死んじゃうんでしょ、しばらくしたら、で、むくって起き上がって、デスケン様に馬に乗って去ってくんだよ。夕日に向けて、パカラッパカラッパカラッって。またかよみたいなさ。パラッパーってなるんだよね。パッパッパッパーってなる。ね、パクリさん今言ったね、動けるうちに一花またやってほしいですけどね、本当に、ね。そうそう、いやもう本当に。まあ、それさ、まだ動けるにしても、やっぱり、あの、やっぱ4、5年だと思うんだよね、頑張っても。いえ。うん、まあ、ね、誰かスタンドインとかそれ使ったとしてもさ。いや、いやもう、こっから、ここまでさ、なんか、そのサブスクがいっぱいあのできて、で、本当悲しいことに俺ぐらいの年の人とかまた60歳ぐらいのそういうさ、うんうん、観客もまだ元気あるわけじゃん、なんか何年かは、うんうん、いやーちょっとまだまだ起きそうだね、往年のスターがまた復活とか。なんか僕らにしてみたらですよ、やっぱアクションスターの人がまあ頑張なんかやってほしいっすよね、なんかね、それは ねやるんだったらね、とにかくシュワちゃんなんかもう一発やってほしいね、そこね、
フーバーも良かったんだけど、あれ、まあ次があるかどうかわかんないけど、あれはまあまあ、あ、なんか、あの、いい感じに地に足がついて、ちょっと、シュワちゃんなったなと思って、ちょっともう一個欲しいね。うん。だからいいじゃん、もう、プレデターにやりましょうよ、シュワちゃん。本当にね、プレデターとかコマンドでもいいよ、正統続編。ああ、ね、そうそうそう。あそこら辺だと思うな、本当に。ターミネーターじゃなくてね。うん。やってないやつね。やってないやつでなんかちょっと一回、シュワちゃんでやればいいのにってね。ね、いや、本当それは思うね。そんなこと言ってると、ジュニアとかツインズとかやられたら、それじゃねえんだよね。キンダーコップとかね。の 3?3 になるんだっけ、今度もちろん。そうそうそう。2はだってドルフラングレンやっちゃったからね。やっちゃったからね。それじゃねえんだよなっていうあれですけど、まあ、だけどプレデターだろうね。うん、だ順当なのは本当プレデターが一番見たい。だからダッチメイトリックスともう一回、だからジジイになったあいつともう一回っていうのがね、まあね、うん、まあうまくちゃんと処理してくれるんだったら、まあ確かにラストアクションヒーロー2もありっちゃありなんだけど、なんかね、あれね、まあ、そこはね、もう今のシュワちゃんだったらもうあんなヘマはこきませんよな、うん、あとね、俺はね、2を取るならマクティアナを呼んでくるべきですよ。あ、そうね。復帰ですよ。復帰。あ、分かった。ジャック・スレーター30とかやればいいんじゃない、これなんか。もうね、それは何でしたっけ、あの、ベン・スティラーがそれパロディでやってたでしょ、あれで。あれでわざわざ。あれ、どう考えてもジャック・スレーターをこすってますね、あれ、どう考えても。やりましょう。うん、まあ、カラテキッドの話からずれちゃうけど、ちょっとシュワちゃんでやりましょう、一本、アクションもの。ね。うん、ね、本当にその、なんていうんですか、もう許してあげてくださいよ。ね、たかだか不倫ぐらい、本当たかだかですよ、ハリウッドスターにしてみたらもういいじゃん、ね、なんか、うん。やりましょう、やりましょう、本当ね。うん。はい。まあ、ということでね、ちょっと懐かしの映画、また復活っていうことですね。うん、はい、ちょっと今回は、その、カラテキッドの最新作、映画がね、制作されるって話をしてみました。はい。こんな感じでね、毎日毎日ちま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 頑張ってる、チャンネルでございますので、ぜひね、動画のいいねとチャンネルの登録ないとぞよろしくお願いします。はい、ということでまた次回なんかの懐かしい映画のニュースでお会いしましょう。どうもご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。コメントも待ってます。